チームクレレッコの行ってみることに。みなさんこんにちは。私たちはことにのご当地アイドルチームクレレッコです。今日のメンバーは須藤小雪と高橋美鈴と望月杏子です。ここからの30分間はチームクレレッコの行ってみることににお付き合いください。この番組はチームクレレッコのメンバーがことにの魅力を発信していく番組です。私たちの普段の活動や最新情報、スイーツ&バーブランシュことにの情報などもお伝えします。この放送は毎週金曜日の午後6時から午後6時30分となっています。はい、ということで本日なんか2月17日が何の日なんだっけ、はい、天使のささやきの日。天使のささやきの日、これ最初聞いた時なんでだろうと思ったんだけど、これなんでか説明できますか？はい、あの高橋も最初聞いた時何のことだろうと思ったんですけれども、うんうんうん、あの天使のささやきという日はあのダイヤモンドダスト、はい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 、あるじゃないですか、あの綺麗なやつね。そうです、キラキラのそのことらしいんですよ、はい、ダイヤモンドダストのことらしくて、うんうんうん、なんかあのダイヤモンドダストってあの見れるための条件が結構らしいね、あるらしくて、うんうん、なかなか見れない日な見れないものなんですけど、うんうん、あの幌加内町のダイヤモンドダストを観察する会である天使のささやきを聞く会からあの制定された記念日です。あれってなんか気温とかもさ、ね、ちゃんとね決まってるらしいよね、うんうんうん、なんか一度でいいから見てみたいよね。見たいですよね、なかなかないですよね。ねえ、あれなんか画像で見たらさ、うんうん、あのダイヤモンド見てほんとキラキラしてね、いや、いいな、ああいうのちょっと見たいな、冬のね、幻想的な、その冬のね、わかる、醍醐味って言うんですか、ね、なんて、ね、その冬の、ね、冬だからこそ見れる何かに触れたいです。わかる、せっかく自然多いですもんね、うんうん、北海道にね、住んでるからには見たいよね、見たいですはい、ということで今日も頑張っていきましょう。さて、この番組では私たちへの質問やリクエストなど皆さんからのメッセージをお待ちしています。メッセージの宛先の紹介をおすずお願いします。はい、メールはリクエスト@山.co.jp、 ファックスは011-640-3331です。この放送は収録での放送ですので、メールやファックスは約1週間後の放送でご紹介する形になります。よろしくお願いします。それではここから30分、チームクレレッコの行ってみることにに、どうぞお付き合いください。この番組は株式会社クレイドルの提供でお送りします。ことにに美味しいソフトクリームと手作りクレープのお店ブランシュことにがオープンしました。ソフトクリームには倉島乳業の美味しい牛乳を使っているので、濃厚なソフトクリームを楽しめます。ことに栄町通り沿い、ことに一条5丁目、地下鉄ことに駅1番出口から徒歩1分、皆さんのお越しをお待ちしております。行ってみる、ことにのお店。行ってみることにのお店紹介コーナーはことに整骨院さんに私とおすずがお伺いいたしました。レポートの様子をお聞きください。どうぞ。本日の行ってみることにのお店紹介コーナーは JR ことに駅から徒歩5分のところにあることに整骨院さんにお伺いします。それでは早速中に入っていきたいと思います。本日はことに整骨院さんの院長さん、北島さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが質問させてください。はい、ことに整骨院さんでは主にどんな治療を行っているのですか？はい、僕たちはですね、特にその痛みのある方に対しての治療を主にしてるんですけども、いわゆる機能障害といって、例えば関節の動きが悪くなっちゃったりとか、
痛みがあることで日常生活に支障をきたしてますよっていう方に対しての治療をもとしていて、まあ、そういう痛みとかがあることでなかなかうまく生活できないレベルの方もいらっしゃるし、ずっとその痛みがあることで慢性痛みたいな腰痛とか肩こりとかもそうかもしれないんですけど、そういうものがあることでずっと体が辛いものを生活しちゃってるとか、そういった方を救いたいなっていう形でその方の治療に当たってるっていうようなことをしてます。ありがとうございます。では琴似整骨院さんならではの施術や他と違うところなどあれば教えてください。はい、そうですね、整骨院さんって結構琴似もたくさんあるんですけど、はい、僕らが強みにしてるところは少数精鋭でやっているというところで、一人一人の技術がしっかりしているところ、技術レベルでいうと結構高いと思います。経験年数も結構多い方がスタッフとして多いので、はい、かなり施術に関しての自信があるっていうことと、まず丁寧で手厚い治療っていうのを僕らは意識してやっているので、患者さんにとってのメリットが大きいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。今回は実際に治療を受けさせていただけるということですので、早速ですがよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。もう痛い、痛いですね。足からやっていきます、はい、立ってる時って、はい、使ってるの足じゃないですか、はい、だから足周りの筋肉とかに負担がかかってるとかはあるんですけど、はい、それが続いているとあまりこう足の状態が悪くなっていくと次腰の負担が増えることが多いんですよ、うん、それで腰痛になってる可能性が高いです。こっち足の治療をしてみますので、はい、それで反った時も痛み方が変わる可能性もあるので、はい、こうやってみます。
こういう整体みたいなのって受けたことあります？整体は行ったことあります。あります。でも腰が痛くて。そうですね、結構悩んでます。そうですね痛い足伸ばしましょう。この辺に押す、はい、結構痛いかな。ゆっくり呼吸して。大丈夫？大丈夫です。マッサージみたいなやつをしたことありますか？そうか、もっとなんていうんですかね、その動く範囲を広げて、うん、ずっと続くわけではないんですけど、うん、何日間もすごい楽ですね。あ、いいですね。そういうのが今必要な状態だと思います。メンテナンスはしっかりした方がいいです。はい。受けた感じはどうですか、感覚的に。なんかこういう感じの、なんていうんですかね、私が言ってた生徒とちょっと違う感じなので、不思議な感じ。不思議な感じ。どう違いますか？なんかその、骨っていうか、鳴らされました、音を。あ、バキバキ。はい、バキバキ。カイロプラクティックみたいな感じですかね。怖くなかったですか？最初は怖かったんですけど。ハマっていった。そうですね。痛いのに体が悪いすごい気持ちいいです。大体腰を反って痛いときはですね、うん、あの原因になりやすいのは前側の筋肉なんですよ。あ、腰側ではやっぱり伸びなきゃいけない場所が伸びてないから腰の負担になってることが多くて、そういう時って前側伸びるじゃないですか。はい、なので伸びにくいと思うんですよね。それって普段生活してるのを直せる、なんかかやれることってあるの？あります、あります。こっちが短くなってるっていうふうにすると、うん、そこを伸ばさなきゃいけないじゃないですか。はい、要はそこにこう負担がかかる要素があるんですよね。そこは何かなっていうのを少し考えていくと、はい、原因が分かってくるので、はい、そこに対してもあのケアをしてあげる、はい、自分でできるケアもそうだし、エクササイズもあると思うし、うん、場合によっては筋トレが必要な場合もあるし、うん、そういったことで結構自分で改善できますか？はい、ありがとうございます。お腹触っても大丈夫ですか？はい、大丈夫。失礼します。深呼吸して、しっかり入って、痛い、痛い、ね、本当に足をかけて、もう少し倒しますね。結構腹筋群が張ってますね。なるほど、うん、一番痛いですね、今の。一番痛いです。中でありがとうございます。あまり気持ちいいもんじゃないですよね、これは。さっき足の時は結構気持ちよさがあったんですけど、うん、痛い、痛いですよね。でもね、このぐらいの力で押してますよ。全然、全然ですよ。それぐらい良くない、今この場所の状況は。すごい。まあ、そうですね、踊りながら歌うんでしょ。はい、そうです。腹筋使いますよね。はい、使います。
そっちの緊張がすごい強くなっちゃってるんで、腰への負担が増えてるんでしょうね。痛いです。だんだん痛くなくなってきますか。はい、いじめてるわけじゃないですか。痛み取れてたらいいかもしれないですけど、はい、痛かったりとかするね。で、手に手を当てて、はい、取ってくる。あ、さっきより全然取れますね。取れます、行きやすいです。すごい。すごいです。これもう今左だけやってこれぐらいいけるんだったら、はい、右もやればもっていいし、はい、もっと丁寧に時間かければちゃんと取れるような。基本的にこの腹筋群、お腹って結構縦のラインに入っている筋肉もあるし、はい、こう横にポケット状になっている筋肉もあったりとか、はい、意外と筋肉の層が厚い、はい、腹筋群で歌って踊るじゃないですか、はい、腹筋でめちゃくちゃこの辺多分使ってるから、かなりこの腹筋の硬さとか制限がされているから、肋骨とかもこう引き上がりにくくなってる、はい、反りにくいですよね。要はこっちが出てる、そういうのがあるっていうと、太ももの前側の筋肉もでかいんですよ、はい、結構、はい、ここも縮んでることで関節が伸びないから反りにくいです、はい、だこういうストレスがかかった状態で立ってなきゃいけないんで、はい、腰にすごい圧力がかかるんです、うん、だから立ってるといったいそこを改善した方が立ってられるし、はいはい、まあ、今反って痛いという普段反ることはもうないかもしれないですけど、はい、そういうのがなくなってきます、はい、だからこれは良くなる症状なので、はい、ちゃんと治療をしてもらいますね。はい、ありがとうございます。すごいです。もうなんかさっきまで行きづらかったこの腰の反りが今少しやってもらっただけで全然違くて、本当にありがとうございます。良かったです。ありがとうございます。改めて琴似整骨院さんの住所と電話番号を教えてください。はい、札幌市西区琴似1条2丁目5-3の橋本ビルの1階になります。電話番号は 011-612-8331 です。よろしくお願いします。リスナーさんへのメッセージなどがありましたらよろしくお願いします。はい、私たちは皆様に治療を通してですね、自分が望む未来っていうものがこう明るく輝いているようなものを想像していただけるような治療を提供できるように頑張っておりますので、そうですね、生活が楽しくなるような治療をしたいと僕たちも思って、そういった思いでやっておりますので、ぜひ体が辛いとか痛いとかそういったもので困っている方がいらっしゃいましたら、私どもに見せていただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。本日の行ってみる琴似のお店紹介コーナーは琴似整骨院さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで今聞いてもらったんですけど、お寿司どうだった、これ実際やってもらって。はい、私実際に施術してもらったんですけれども、うんうん、高橋腰が痛くなりがちで、そのことをお伝えして、フルではなく省略した形でやってもらったんですけど、10分やっ
ってないぐらいそうだね、そのぐらいだったね、なのにそのやる前とやった後で、この腰の曲がり方とか、腰の反る時の痛みが全然違くて、そうなんか終わった後なんか反り方がめっちゃすごいスムーズに、ね、そうなんですよ、スムーズに反れるし、あの何より痛くない、うん、なんかそのやってもらった後すごく腰楽で、なんかそれをフルでやったらもっと変わるんだろうなと思って、すごかったです ね、なんかおすず顔もなんかねすっきりしててね整ってるんですね、もう整ってるよかった、ね、あんちゃんは整骨院さんとか行ったことある？実はことに整骨院さん私行ったことがあるんですよ。え、そうなの？はい、あのブランシュ勤務私してるんですけど、やっぱ立ちっぱなし続くと足とか腰に来ちゃって、もう今日は限界だなと思って、おすずさんと同じようにやってもらったことあるんですよね、やっぱ違いますね、もう体もすっきりするし、すっきりしますね、軽い、あ、軽い、なんか行く時のその足取りと帰る時の足取りが全然違うんですよ、足軽いなと思って、歩きやすい、ね、やっぱり大事だよね、定期的にね、なんかこうやってもらったりするの大事、はい、冬場だとさ、なんか寒いと体ギュッてなっちゃう、ね、なんか凝ったりするから、ぜひね、今の時期にもね、皆さんぜひ行ってほしいなって思いました、はい、ということでここで1曲お送りします。体が元気になると運動したくなりますよね、ついつい体が動いて楽しくなる、この曲聴いてください、ジャンピンアップ。朝焼けの中
まいりました。チームクレレッコの行ってみることに、そろそろお別れのお時間です。まずはイベント情報です。はい、チームクレレッコは毎週木曜日にことに1条5丁目にあります札幌リンクスホールで定期会をしていますので、ぜひよろしくお願いします。はい、そしてスイーツ&バーブランシュことにからのお知らせで、今月は2月のマンスリークレープがバレンタインクレープ、いちごとえいちごガトーショコラと生チョコのクレープと、もう一つジンギスカンクレープ販売中ですので、はい、ぜひぜひ食べてみてください。そしてこの番組は YouTube でも公開されています。はい、今日のこの放送は放送と同じ時間にことにアイドルプロジェクトの YouTube チャンネルにアップされています。ことにのレポートの様子も動画で見られますので、 YouTube でチームクレレッコの行ってみることにで検索してみてくださいね。はい、ということで今日の放送いかがでしたかということなんですけども、はい、ね、寒い日がね続いてるけど、なんか整骨院とか行ってさ、体温まらせたいよね。冬こそやっぱ体を大事にいたわりたい、ね、いたわりたいね。なんか防寒とかもしっかりしてね。なんか2月のこの時期って一番寒いような気が。寒いですね。痛い。わかる、痛いよね。また雪も積もり始めちゃって、うん、またそうだね、冬って感じがするので、うんうん、なんか最後まで防寒対策して中で引かないで。ねえ、中で引かないでください。ね、天使のささやきの日ということでね、札幌では見られないんだけど、なんかそういうさ見られるようなところ行きたいなって思った。行ってみたいですね。なんか道内の、あの札幌じゃないところにも行ってみたいなと思います。いろんなところ、北海道って広いからね、広いですね。まだまだ行ってないところもいっぱいあるから、ちょっと行きたいなって、はい、そういう冬を感じられるところに。はい、ということで今日のここまでのお相手は須藤小雪と高橋美鈴と望月杏樹でした。はい、冒頭でもお話しした通り、本日2月17日は天使のささやきの日ということで、ふわふわ可愛い気分になれるこの曲でお別れです。聴いてください、ふわふわパーティー。
しいソフトクリームと手作りクレープのお店ブランシュことにがオープンしました。ソフトクリームには倉島乳業の美味しい牛乳を使っているので濃厚なソフトクリームを楽しめます。ことに境町通り沿い、ことに1条5丁目、地下鉄ことに駅1番出口から徒歩1分、皆さんのお越しをお待ちしております。この番組は株式会社クレイドルの提供でお送りしました。